これこれ。なんでしょうね。謎のシンバル。はい、以上。ドラム講座でした。チューブ U さんの絶対プロになれないドラム講座。片手で、左手だけでやる。終了。はい。というわけですね、ベース準備します。まあ、せっかくなのでちょっと準備もやりましょうか。今日せっかくスタジオなんで、まあ、これケースなんですが、無理やり一つのケースに2本入れるという荒技で持ってきました。いや、絶対やらないでください。ネックペグが折れたりとかする可能性があるんで、まあこういうことです。この一つのケースに2本、まあなんか2つ持ってくるのもなんかいやらしいじゃないですか。なんかこいつなんかいろいろやるやつなのかなみたいな。あ、スタンド持ってくるの忘れちゃった。ちょっとスタンド持ってきます。なんかプロっぽいですよね。こう並べてみたんですけど、左の用のベースです。チューンと、いつもの、なんだっけ、オトジェニック。で、ベーアンは、なんかアコースティックっていう、やつですね。まあなんだろう。ストレートなやつでしょうね、これ。音の出方としては。割とローが出る感じかな。まあこのぐらいの大きさですよね。まあ、一応詳しいというか、一応スタジオ経験は結構ライブ経験あるので、これがどんな感じの音が出るかっていうのは大体わかります。まあ当時はあんまり僕は好きじゃなかったですね。これかみたいな。まあでも全然今は何でもいいと思うんで、あと自分の調整次第、弾き方次第で変わってくると。並べると、なんかできるやつみたいな。で、そう、さっきの話で二つケース持ってくるとなんか、いやらしいじゃないですか。二つやったんかいろいろやるのかみたいに思われるのが嫌なんで。っていうのもあるし、あと、まあ、ケースがもう一個は、チャックが壊れてて、紐で縛ったりとかしてるやつだったんで、かろうじて生きているこの、もう一個のケースですね。まあ、この辺もなんか避けちゃったりとかしてるんですけどね。あとなんか、あれだよな。マスク、こういうのがついてたな。なんか、一時期、一瞬、なんかコンビニとかで売ってて流行った。なんか、ワッフルがこう巻いてあったんですけど、猫ちゃんですね。キティちゃんみたいな顔してるけど。ここにワッフルが巻かれてたんですよね。取れちゃったの、ワッフルが。ワッフル猫。まあ、そんな感じで、ベースセッティングしたいと思います。片手やるのちょっと大変だな。まあいいや、だんだんやっていきましょうか。ちょっとカメラを置いて喋りながら。どうなってる？あ、そっかそっか。下にこう置いとくんで。まあこんな感じでよくわからないですけどね。とりあえずベースセッティングしよう。これがまためんどくさいんですよ。とにかくいろいろものがあるんで、
延長コード。とにかく長くて。延長コードはスタジオに持ってっておいた方がいいですね。なんだっけ。届かなかったりするんですよね、コードが。なんで今日は延長コードを多分持ってきております。延長コード必須。必須でもないけど、まあ持ってきていただく方がいい。今、かなり一生懸命やってます。急いでます。時間があまり、のんびりしてるんで。あんませかせかってとこ見せたくないですけどね。で、まあなんか、どうするかな。まあ一応、いつものやつ。こういうベリンガーの、これとか、ダイレクトボックスとかいうやつとか。やっぱり慣れないからあれだな。家と違うから。おばあちゃんと違うから。そんな。まああといつもの。リング、コンビニの袋に入れているエフェクター。なんだっけ。クロマチックチューナー。チューナーっすね。アダプターと。これはもうマニアにお馴染みの。あとはシールド。スタジオ、時間が限られてるってなると焦るな。嫌だな。だから嫌なんだよ。本当に、時間に追われてしまう感じが嫌ですよね。今、セッティング中です。片手でやるのが大変なので、カメラはちょっと据え置きにしてますが、もう、あとカメラの位置決めるのもめんどくさいんで、そんな時間ももったいない。というわけで。なんかいいとこないかな。この辺でこう向けてみるか。あ、これだと、チューブさんが映っちゃうな。まあ。ちゃうから。なんか、おかしくなっちゃったな。まあ、こんな感じでセッティングしております。まあ、片手でやるの無理だな。はい、まあ、ちょっと暗い画面にしておきますが。インプット。そして、ボリュームは、ボリュームはちゃんと下げて、ボリュームは必ず下げて、差して、さらに、ぼやけてるな。さらに、電源を入れると。ちゃんとベースが入ってることかも。家では適当でいいですけど、スタジオではやってはいけません。ボリュームを上げたまま電源をボンとか入れるとかはやらないようにしましょう。あと、ニコライザー、このアコースティックってやつはあんまりニコライザー機能が充実はしてないので、まあ、とりあえずこれぐらいしかないんですよね。まあ、いいやつとか、いいやつってこれがいい悪いやつじゃないんだけど、なんだっけ、ハート機とか、なんだっけあれ、アンペグじゃなくて、ハート機アンペグ。トレーセリオットとか、あの辺はこう細かいんですけどね、つまり。まあ、とりあえず、まあ真ん中にしておきましょうか。全部。で、まああとチューニングしてだな。まあそんな感じで。チューニングをしよう。という感じで、行きましょう。
とですね、家では使わないですけど、お出かけ用の時に、この袋も使ってるんですよ。これエフェクターが入ってたり、これは家用のボロいやつで、これはいいやつなんですよ。ちゃんとビニール袋に入れてます。ちょっとぼやけてるな。で、この入れ物もすごい黄ばんでなんか湿っぽくて、抹茶色になっちゃってるんですけど、もともと白くて、コンビニで、ビールとかの6缶入りのを入れられますっていうやつを使ってます。こんなもんでいいですね。これなんかおまけみたいな。6缶入り買うとこれがついてくる。僕ビールとか飲まないですけど、コンビニバイトした時に、これを拝借して余ってたんで。これずっと何十年も。これ今、外に行かない限り、使わないんですけどね。一応持ってきました。そして、なんか、一周を放ってます。そんな感じで、ベースをつなげましょうか。こんな感じで、一周を皆さんにもお届けしつつ、ドアップで。というわけで、チューニングして、あとストラップも持ってきてるんで、後で紹介します。ストラップもちょっと紹介するか。あ、もうこれやってんのか。あ、そうか、流したままか。こんな感じでチューニングを。危ね。ちょっと絞りすぎた。はい。チューニングとかのやり方はいいでしょう。別に違う講座とかでマイクいっか。はい、というわけで、あとはこれをベースにつないで、やっぱりちょっと行き当たりばったりだから、なかなかやっぱり こんなベースオン。ドラムで遊びすぎたな。ちょっと焦りが出てきた。というわけでベースを、セッティングしました。なんだっけ、アウトプットとインプット間違えないようにしてください。そしてベースをオン。ストラップも久しぶりにしたな。ベースをオンします。ちゃんとつまみがオフになっていることを確認して、あ、それでもドーンってなるな。わ、これでっかいぞ。これが、これはでかいんじゃないか、相当。ここやばいな。三弦の音が詰まっちゃってる。弦高下げすぎて。というわけで、三弦の弦高を上げなきゃいけない作業になりました。
まあでも久しぶりにでかいやつやったらいい音するな、やっぱり。気持ちいいな。この、で、なんだっけ、ブリッジのところで、せっかくだからそれもやっちゃおうかな。ちょっと暗いけど。このブリッジのところで原稿を上げることができます。ここですね。ここに、お腹鳴っちゃった。まあ、本来、ちゃんと、あれ、音を切ってやった方がいいんですが、ここちょっとこれを、ここのところに穴があるんで、ここに六角レンチで、グリグリってやると、この部品が上に上がるんで、原稿が上がるということです。まあ、チューニングがそうすると変わるので、チューニングがちょっと高くなるので、上げると、下げると下がる。これどうかな？音すごいのかな？映像は見せられませんが、ちょっと映像も失礼しようか。頑張って。難しいんだよな。ちょっとおしゃれ服映っちゃってますけど、しかもミラーに映ってるかな。このストラップで、このストラップこんな感じで、ガムテープで補強しております。まあ、ストラップの高さに関しては、まあ、ちょっと全身映すわけにもいかないのであれなんですが、別に映したっていいんだけど、まあ、ちょっと低め、まあ、ちょっと高めか、今。こっち側の、ここを縛って、もう、あれが、これ長いやつを買ってあるんですよ。で、縛って、調整できるんです。これをほどけば長くなるし、またさらにもう一回縛りを入れると、なんだっけ、高くなると。って感じですよね。で、ちょっとハイを上げようかな。とか、そんな感じで、そんな感じでやっていけばいいんですよ。